坂口安吾かすとり雑誌などといって天下は上げて軽蔑するけれどもこれを一冊作るんだって容易じゃないよまあ社長の顔を見てごらんなさいやつれていますよこれは「きぬぎぬの疲れ」などという息きすじのものではない生活なんです おいいると言っちゃいかんいると言っちゃいかんこれが社長の口癖であった彼は必死なのである何とかしてカストリ社の入り口に受付を作らねばならぬ入り口の扉を開けるビルの一室を占めているカストリ社の全景は直ちに見晴らしではないかこれはけしからん ねえ先生うわけしからん生命にかかわる我が社は受付を作らねばならぬ何このカストリ社は社長を先生と呼ぶなぜなら彼は分子である分子であった粋であった通であった息にして通なるものがカストリとは何事であるか世の終わりだ 文芸春秋とか鎌倉文庫とか文史が社長の雑誌社は例があるしかし彼らは貸リ雑誌ではなく思想公演異名天下にあまねくそれらの偉大なる社においてはチンピラ記者といえども貸取のごときは飲まぬわあひでえ一人我が社においては悲しいかな カストリ社は受付を作るお金もないのであったねえ先生受付なんとかしてくださいよ分子だの漫画家だのってまあうるせえな顔さえ見りゃ原稿料よこせ和比でカストリ横丁の親父まで借金催促に来やがんだもの我が社においては扉に鍵をかけ密室において事務を取るそうもいかねえだろうなあねえ先生 <何>先生に話しかけても無駄なのだ先生は世の雑音に対しては「何?」と一言答えるにすぎないのである悲しいことを言うな受付を作りたいのは先生自身の必死の願望であるぞ何ところがさ図らずも20万円の現金が転がり込んできた。 編集長の花田一郎』がもらってきたのである10年前の花田一郎は浅草のインチキレビューの俳優であった芸は下手だお客には受けなかったが仲間には受けたなぜなら女の肌のむせ返るような世界に住んでこの男は女謎には目もくれなかった彼は男が好きなのである けれども、岡間屋のごとき下品なるものではないおよそ彼は露骨なるものを憎むよって彼はあくまで純情であり義理がたく従ってとんまであった浅草時代ちょっとばかり世話になった知り合いのあんちゃんが今では親分になっている敵屋などとは昔の言葉で今では土建業何とか組すなわち 紳士である。その車組の全八親分に町でばったり会って茶飲み話にカストリ社の窮状を漏らしたところ「いくらありゃいいんだ」と子供投げに言ったものだあげくにポンと20万小切手をくれた元来昇進の花田が犯人のごとく心細く窓口に待つところへ 本物の二十万円が子供投げに積み重ねられ「いや驚いたねそうですとも」「二十万円と申せば帝銀事件の先生よりも三万円も余計じゃないか」「何が何だかわかりやしない」「夢心地でカストリ社へ担ぎ込んだ」「何?」と一言うなったきり 社長の先生言葉もなく身動きもない心に悩むところ大なる人物はうち見たところ感性で全然怠け者のようであるだから社長の先生も全然怠け者のようであった冬は机の下へ電気コンロを置きそこへ足を伸ばし両手を首の後ろへ組んで一日天井をぼんやり見ている 俊断の甲となるや靴を脱ぎ両足を机の上へ突き伸ばして両手を首の後ろに組んでぼんやり天井を睨んでいる夏になると靴下も脱ぎ机の上へ金だらいに水を入れてその中へ足を突っ込んで両手を後ろ首に組んで天井を睨んでいる殺しも春であった 机へ乗っけた社長の先生の両足に並んで20万円の現金が積み重ねられている花田の顔は泣き出しそうに見えた「ただいま定銀で稼いできました」というようであったそれ以外にどう考えればこんな奇跡がありうるのか社長の先生も諦めきった顔をして泥がの要領で足を机の下へ引っ込めた もらったんです。つまりくれたんですな。と花田はせつないかおつきで逐一じじょうをせつめいしたなぜくれたんだそれがそのわからねえやつまりくれたんですなおとこかねえうーんおとこそうか。 分か,かったと叫んだが分かったような顔ではないともかく金曜日車親分が社へ来るというからそれを待つことにして20万円はみるみる借金を払い消えうせてしまったのである金曜日に車氏は自家用車を横付けに秘書を従えて現れた。 秘書の肩幅は1メートルぐらいあった。社長の先生と握手して「ご孔明は承っております」と助才のないことを言ってずかずかと奥へ進んで社長の椅子へドカンと腰掛けたがひょいっと立って「そうだ紹介していただきましょう」こちらは車組社長車全八士です。 花田が一同に披露したうんその隅しっかりこっちを向かんか動作がいかんぞはきはきせんか貴様らなっとらんぞ仕事は遊びじゃないんだ貴様ら女優の海水着写真を写すときだけ六人も揃っていくそうじゃないかなんたることだ女優の座談会にも六人揃って行ったそうだな ひーくーみーあれあれ6人編集の全員じゃないかなんたることだおいなんたることだわー弱ったこれは困ったそれはそのそういう意味じゃないんでそれはそのあの茶のび話にただつまりゴシップ的にそんなことを申し上げただけでして。 と、花田が苦悩に見もたえて、頭を抱えて腰をくねらせて懇願したが。なに<何>それでわかるじゃないか。いいか仕事は遊びではないぞ。全力でやれ。こら、娘。うん、お前だな。お前は後世をやりながら、あら、とって中国のことね。と叫んだそうじゃないか。お前。 いくつになるんだその年をして「党は中国ね」なんたることだ男と一緒にカストリを飲みダンスに出かけるあれはいけねえぞいやいくら男女同権を履き違えているぞそもそもお前らチンピラのくせにだなこの敗戦日本においてだな酒を飲みダンスを踊るそれはな俺は酒を飲みダンスも踊るぞ。 大いに踊るぞ俺はだな全力を尽くして仕事に打ち込みかつ莫大なお金を儲ける儲けるゆえにそれゆえにだぞ俺は酒を飲みダンスを踊るしかるに「貴様らはなんだ?」「遊んでおる怠けておる仕事をしとらん儲けておらんじゃないか」「やいこら俺が気合をかけてやる」 今後仕事を怠けるやつは即座にクビにするからそう思え本日車国を言い渡す朝8時出勤1分遅れてもいかんぞ一同をにらみ回して俺は本日これより国際親善のパーティーに行く国際親善は俺のモットーだこれだぞこれでなくちゃいかんぞ日本は外務省などに任しておけん 俺は民間外務大臣みたいなものだぞ。国際親善の実を挙げておる。いいかこれを見よう。俺はだな、酒を飲みつつも国際親善、この大きな目的を果たしつつ飲んでいるぞ。しかるに、なんだ貴様らは。貴様らには文化という重大な任務が課せられておる。 そのの責任を果たすのは本会じゃないか。国際親善および文化実にこれは重大であるぞ。負傷車全八も儲けたる大金を快く投げ出して文化国家建設に一心を呈すこれだけの人物は日本におらんぞ。主義のため国家のために一心を犠牲にしておるぞ。 いいかわかったか貴様らの命は俺がもらったぞだってさそりゃあいけねえな困っちゃったな俺は命はやられねえなあなあおいだって一つしかねえもの困るよなあと大きい声で悲鳴をあげたのは。 土井片彦という自称天才詩人26歳である時と場所を心得ない花田一郎はめまいのため逆上の君でああいけねえお助けてくれうんもっともだおお俺は悲しいちょっと木村俺の心臓がああいけねえわあ倒れる肩幅1メートルの秘書士がずかずかと歩いていって 天才詩人に横鞭たを五つ六つくらわせた。どい片比このおしゃべりは殴られてよろけたぐらいで止まるものじゃない。痛いよ。殴るのは卑怯じゃないか。俺兵隊の時も殴られて全くよく殴られるよ。痛えな。あ。よせよまったく。しかし命なんて俺はあの子にもやられねえからな。 だからさ命なんてあの子に見せても格好が良くねえし俺はキリストじゃねえからもともと命なんかねえんだものだから俺は天才なんだ俺が天才だってことを知らねえんだからおい痛いよよせよもしぶたれて俺の頭が悪くなったら世界の損失じゃねえかと思うんだ国際親善の大真史にも こういう快感は初めての付き合いらしく相当に面食らったご様子である紳士が失ってはならないものは威厳である車氏は悠然と「もうよろし」秘書を制してお前はお前はまさか横丁まで付き合いたくはねえだろうな付き合いたかねえよ付き合えたって俺逃げちゃうもの ばんもなあおれにげちゃったもんそのまえのときさおれあのこといっしょだものにげちゃいけねえしああいうときはいけねえよたかられちゃってさ俺おれおかねが一銭もねえんだものあのこが1500円とられてやがんのさしかたがねえからおれきんばぬいてうったんだへんだよなあきんばだってはにくっついているかぎりはやっぱり 体の一部じゃねえか。だからさ、お前、金歯を売るなんて、やっぱり身を売ることじゃねえか。つまり俺、パンパンやっちゃったと思うんだ。パンパンやって、あいつに1500円返してさ、つまらねえじゃねえか。ほら、口ん中、ここんとこさ、ここから、低層がなくなっちゃって。 ゆかいなんだバカにしてやがるよなおいおまえはなんてなまえだおれはしじんだけどしらねえかなしらねえだろうなしってりゃえらいよ土井かたひこってなまえはほとんどひとがしらねえからなしかしおれだってもちこみげんこうばかりじゃねえものたのまれたげんこうだってかいているよなあ りょうだって2,000えんもらったつきもあるんだものもっともはんぶんしかはらわねえやそんなのないじゃないかしかしおれのしごともげんこうりょうのはらいがわるいからおれまったくせきめんするよなあいやこのおとこはわるぎがないんですいっぷうかわっているだけでなんしろしんぞうまでみぎのむねについていてつむじがやっつもあって。 花田が口を入れて取りなすと「おいよせよ恥ずかしいよなおいとっても残酷だよ」顔をわからめて必死に恨んでいる国際親善の大紳士も直接応対の手段が見つからなかったようであるそこできっと引き締まると「気をつけたまえ!と」と大活一斉さて 気をつけの一同をじろりと見回して俺は一週に一度だけしゃへ出る俺の代わりに秘書のこれが毎日見回りに来る俺だと思えこの部屋の汚さ暗さは何だ今日は心を移すメールを出なければならんぞ第一着手として部屋の壁を白く明るく塗り替える ここだぞ俺のやり方はいつもそうだ文化も国際親善もこの精神でなければならんぞ貴様らも俺のような第一人者たる国際民間施設のもとに文化国家建設の仕事にあたるもっとも貴様らの光栄の至りであるぞよしれそして秘書を従えて悠々と出ていた。 思い揺らざることになった花田さんひどいわねえ唐が中国だったなんてそんなことでもひどいわずいぶん侮辱じゃないのおいおいすみませんあなたそんな個人的な感情問題じゃないぜと一同を制したのは一番年の若いしかしさすがに銀行員上がりの一同の中で一番物の通りな分かった 片木という会計係であったカストリ社の運命やいかにうーんまったくだあんなやつにのさばられちゃかなわねえよなあ俺はこんなエロ雑誌はあんまり性に合わねえけどしかし俺は詩人だからね俺は古くから食うためにエロ雑誌をやる女に生まれたらパンパンやったっていいんだ詩を作りゃいいじゃねえか だから俺がこんなカストリ雑誌の記者であるということはつまりパンパンの精神なんだでもよ車組の検閲雑誌はいけねえよ一体あいつは我が社の何のつもりなんだつまり社長のつもりだろうな一同は花田をじろりとにらみ社長の先生へ目を転じた花田は魂を失い施すすべを失いただもう呆然 残機苦悩軽視せるキリストのごとくにうなだれている社長の先生はいったん親善施設の紳士にダッシュされた貴族不明の椅子に戻って靴を脱いで足を机に乗っけて両手を後ろ首に組んで天井をにらんでいるああ、やっぱりなあ今となってはあんな格好をしてみるよりしようがねえだろうなあ だけどさうちの社長はあれが年がら年中の格好なんだからこりゃつまり先天的没落者の姿なのかもしれねえな20万円ありゃいいんだろ20万円ぐらい俺が出してやりたいけどもう金歯はねえしもしみんなが女だったら俺が命令を下して揃ってパンパンに出勤して20万円くらい1週間で稼いじゃうけど。 ままならねえよなあ。でもなあ、あは、悲しいよなあ。あの姿、あは、あれ二十万円ないという姿なんだ。ひでえよなあ。わあ。何？社長の先生じろりと目を向く。それだけである。さすがに顔色も変わらない。 えっへっへ聞こえちゃったか気の毒だよなあだけど先天的にどうも仕方がねえや問題は俺は先天的なんだと思うんだまさに片彦の言う通りじゃよと社長の先生悠々としかしいささか悲痛である要するにだよ お金というものがなければ、俺が社長であるという意味はない。しかるにじゃ。俺は今日まで借金のために本奏これ務め、辛くも何がしかの借金を獲得することによって、この椅子にこうして座って、核のごとくに足を机の上に乗っけていたわけじゃよ。身に余る苦痛であったよ。借金は苦痛じゃよ。 それにもかかわらず何故に吾が輩が核のごとくに社長であったかといえばだなつまり自分個人の借金を獲得せんとすることはさらに苦痛である我が社のために借金を獲得することはいくらか苦痛が少ないのだなそこにおいてすなわち吾が輩は苦痛少なく借金をする どっちみち我が輩は借金によって生活せざるをえん宿命にあるから。まあさようなることのしだいによって我が輩が今日に至るまで社長であったわけである。我が輩は社長の椅子に転端であり運命に従順であるからなんじらも嘆くでないぞ。 いやー社長先生俺がもうここで腹を切る俺は死に場所を探していたんだ10年前あの浅草あの楽屋君たち知る前が舞台裏であのジャズが舞台裏じゃ階段をこう曲がりくねって這いながら忍び寄るあれを聞きつつあの時からわしはもう今日死のう明日死のうと思っていたんだ ああしかしかかる滞在を犯し皆々様を苦しめて腹を切る死は安いしかし罪が切ないんだあわしは苦しいギャーギューギューという音を立てて花田一郎がエビの形となって泣き伏したその時カストリ社の扉を開け うわあひでえ借金取り退治に熊を買いやがったんじゃねえだろうな俺だって原稿料を催促する借金と同じぐらい苦しいもんだよこっちの気持ちも察しやがれとブツブツ言って入ってきたのは社長の先生の友達で分子の赤木三平という男であった「いやあ赤木か遅行を参れ!」 今日は景気よく原稿料を払って使わす花田が身も世もあらずほえ狂っている三平先生これを横目にじろりと見てかの男は歯が痛むのかバカなあれほど苦しむのは抗がん炎に限るもんじゃ今日はいささかことの次第があって彼はこの場に切腹せんとしておる同様のことの次第によって 君にも景気よく原稿料を払うどうしても本日使い切ってしまわねばならぬ残金があってなえっ、ー、と原稿料赤城三平万円なりこれは多すぎるこれこれ5ヶ月分たまっているのだぞそうかしかしは数は切り捨てて1万円 すなわち、耳を揃え、あと一万五千円ほど残っておるから、これより宴会を開く。これ、花田氏よ。なくでないぞ。切腹は取りやめじゃ。我が輩が心よく社長を退く。それだけのことじゃ。人数が多いから、宴会はカストリでやる。足が出たら三平の懐に一万円ある。ものども、遠慮いたすな カストリー横丁の一軒を占領して大宴会を催したしかし社長を辞めりゃいいんだと言ったってそう簡単に辞められるものではないたった20万円で雑誌を売り渡すようなものだじゃあどうすりゃいいんだ簡単だ20万円ありゃいいんだ花田は骨とう人であるから身を切られる切なさである顔には出さないが 社長の先生の心の内もよくわかるのだ何としても20万円欲しいとても泥棒の勇気はないから後の道はただ一つ翌日彼は土井片彦を呼んで一生のお願いだ折り入って頼むわしはこれから20万円の方に命を捨てに行くから立ち会ってくれ おいどかしちゃいけねえやん死ななくったっていいじゃないかひでえよだいたい俺はとても心細くって椅子にこうして腰掛けているのが精一杯なんだもの立ち会い人なんかできやしないよおい一生のお願いだと言っているじゃないかただ見届けて後々の証人になってくれればいいんだそんなことできるのはともかく詩人の君だけなんだ 君にはとにかく芸術家の純一な正義と情熱があるんだうーんそうかそう言われるとなんだかやらなきゃ悪いみたいじゃないか困っちゃったよなんだか変だな俺はしかし戦争の時も兵隊で特攻隊は嫌いだったしあれはいかんと思うよしかし花出しが死ぬ俺じゃねえんだな花出しが死ぬ 見届けるのが俺かついでに俺が殺されちゃつまらねえけど花なだししすそれを俺が見ている面白えのかな面白くなくっちゃつまんねえけどわからなくなっちゃったじゃあ仕方がない俺行くことにしようかな心細くなっちゃったな。と二人は片幅は1メートルしに案内されて車組社長を訪ねていった。 私が2つかで双方の意思を通すことができませず拝借の20万円は扱い果たしてしまいました全て私の責任ですから社で切腹をと考えましたが切腹しても20万円の方がつくわけではありませんからお詫びに参上いたしました20万円の代わりつくなり切るなりお気の済むように存分にやってください と言って花田一郎は目を閉じた。小心者でちょっと針で疲れてもあっちっちっと悲鳴を上げる弱虫であったしかし彼は全く覚悟を決めたのである悲壮な覚悟だ全然余裕がないから覚悟はひたむきで正座して目を閉じた姿は迫力があった「切られるのは痛い苦しい」と語っている しかしそれでも死なねばならぬと観念している味方によれば滑稽でもあった国際施設は花田一郎の覚悟のほどが測かりかねて土井片彦にぎろりと人にらみ「お前もか違うよ冗談じゃないよ!」片彦は大いに慌てた。 俺は来たくなかったけど立ち会い人に来てくれと言うからだから言わないことじゃないよ。俺はそもそも死ぬってことが一番嫌いなんだ。でもいずれ死ななきゃならない。これが変なことなんだな。それでもっていろいろわけが分からなくなってこのわけはいまだに誰にも分からない。人間の知識は浅はかですよ。つまり花市はじめ。 お前らチンピラ記者ども俺の社長じゃ嫌だというのだなああ、つまりそうですですから私が責任を負います20万円が不足か花田は目を閉じて答えないすると片彦がそうだなあそれは俺も気がつかなかったな俺はどうせパンパンだから金で身売りか それだったら考えてみてもいいかもしれねえな,いなおい余計な口を出すないいよ言ったっていいじゃないか君の問題とはまた別だもの俺はパンパン的に考えてるんだしかし現在出版界の相場で身売りに10万単位はいけねえと思うなさきにアもモネ出版が身売りの時200万だか300万だか 500万ぐらいかもしれねえなやっぱりこっちは高く売るほどいいんだからパンパンも難しいもんだなわからねえやこの時国際親善紳士ぐいっと身をひねってこの男を見損なうなこの無礼者を畳をぐんと踏み片手で力いっぱい畳をたたいたこの俺が貴様らの カストリ雑誌の社長になりたがっているとでも思うか邪魔だ天下の車組の社長、車全八を、貴様らごときちっぽけな雑誌の社長に見立てて、俺が、そんなものになると思うかいや、社長、そうじゃないんです。私は、我が社の社長問題などには、毛頭触れておりません。あなたが、自分から言われたのです。私は、二十万円のお詫びにつくなり、 切るなり、お気のすむようにしてください、と申しただけです。花田一郎は蒼白だ。後へは引かぬ。死ぬ覚悟である。いきなりグワッとメリケン。花田の体は吹っ飛んだ。ぶったおれ、動かない。鼻血があふれてきた。片彦は慌てて、二三歩後ろへたちまち逃げ延びて。 俺は違うんですよ。単なる立ち会い人だからね。俺はしかし終戦以来とても運が悪くって困っちゃうよ。俺先日寿司屋で他の男と間違えて喧嘩売られて違いますよ。俺じゃないよって言ってるのにポカポカ殴られちゃって。運が悪いよ。俺のお袋を子供の時から成田のお守りなんか持たせやがってそれが割れちゃったりして。 つまらねえことまで寝覚めが悪くってどうも気持ちがよくねえよ人を間違えちゃいけねえなあえ心細くなっちゃうよ3分か5分ぐらいたった国際親善紳士は黙ってにらみつけている花田はぶったおれて鼻血を盛んに吹き上げて依然目を閉じたまま微動もしない 死んだのか生きているのか意識があるのかないのかわからない国際親善紳士がすっくと立ち上がった片彦はバネ仕掛けに飛び上がって逃げ腰となって「いけねえなあ,あ心臓が悪くなるよ俺は全然違うんだから間違えちゃいけねえなあ危ねえなあおっといけねえなあ」 つまみ出せ。秘書に言い残して、大紳士は立ち去った。ああ、僕がつまみ出します。勝彦は肩幅1メートルしの顔色をうかがいながら、頼みます。つまみ出してもいいですか？死んでるのかな？いいですか、揺さぶっても。 をななんだか殴られそうでいかれねえものをちょっと離れてくれませんかかたひこは抜き足差し足近づいて花田を揺さぶるものの23分も揺さぶってようやく花田は目を開けたこれでカストリ社事件が終わったのである気を失ったのは1分間ぐらいなんだ。 わしはここをひっしと死んだふりをしていたんだ鼻血のぬるぬる気持ちの悪いことうまくいけばこれで助かるわしはそう思うとあらゆる神仏を念じたなこれが花田一郎の10回であっただから成果の今日もなおかの社長の先生が机の上の金だらいの水に 足を突っ込んで天井を睨み極めてまれに苦痛少なき借金の獲得に街を歩いているのである。